はい、こんにちは、長澤です。最近ですね、髪を切りました。久しぶりに、短くしたんですけども、ちょっと髪どうしていいか分かんなくてね、毎日寝癖状態でね、仕事をしております。はい、ということで、今回、7月最終日ということで、こちらを購入しました。それが、プロトセイバーエボリューションプレミアムでございます。はい、こちら、レッツエンドゴーの話の中に出てくるね、プロトセイバーのエボリューションのやつですね。プロトセイバーエボリューションというものをね、昔ミニ四駆ありました。ですが、当時のやつは確か僕の記憶だと走らないやつだったと思います。確かね、ボディの中のこの辺がですね、こうメッキのパーツが入ってて、ちょっと走らない、飾る用っていうんですかね、鑑賞用のマシンだったかなと思います。で、今回は AR シャーシの走るやつになっております。プレミアムですよね。復刻版的な形になるんじゃないかなと思うんですけども、こちらプロトセイバーエボリューションプレミアムね、7月30日に発売になりました。今回はですね、こちら作ってまいりたいと思います。はい、早速プロトセイバーエボリューションプレミアムを作ってまいりましょう。まずはね、中身を見ていきますが、今回ですね、AR シャーシで、ローハイトタイヤですね。で、ホイールが Y スポークになっています。で、特別強化パーツとかね、そういうものは今回は入っていないものになります。まあ、プレミアムということで、何かおまけがつくっていうことはね、たまにありますけどね、今回は特別ないんじゃないかなということでございます。プロトセイバーですね。プロトセイバーエボリューション、ね、今の子供たちはね、これをリアルタイムにね、知らないんじゃないかなと思いますけれども、僕たちは懐かしいということですね。はい。で、AR シャーシもね、普通のメタリックグレー、ん?ガンメタ?あ、メタリックグレーとなってますね。はい。そして、パーツはね、パープルでございます。これもね、特別今回パープルということではないですよね。もう以前からある色になっております。で、こちらね、Y スポークのホイールでございます。で、これがシルバーってことですね。ちょっとグレーっぽく見えますけども、写真と比べるとね、違いわかると思います。シルバーですね。白とかもありますけどね、今回はこれシルバーということでございます。そして、こちらはステッカーですね。J って書いてますね。このプロトセイバーの操っている登場人物 J ですね。はい、詳しくは当時の漫画を読んでくださいということでございます。プロトセイバー自体もなんか早かった気がするんだけど、なんか強敵だった気がするんですけど、まあ、その後なんか仲間になったりしてましたよね。確か当時の漫画ね、ちょっともう一回読んでみたくなってきますよね、こういうの見てると。はい。で、あとは、説明書と注意書きということでございます。はい、あ、で、ローハイトタイヤということでね、ギアはですね、超速 3.5 対1になっております。はい、では早速ね、作ってまいりましょう。はい、こちらね、ボディになりますけれども、当時のプロトセイバーエボリューションはですね、もっとなんかスカスカだったと思うんですよね。メッキパーツをこうはめ込んでいく形になってたと思います。あとはですね、ホイール確か角度つけれたと思うんですよね。フロントの方だけですけど。あ、ちょっとバリ残っちゃった。バリが残っちゃった。バリちょっと取ろうかな。はい、ちょっとね、話が飛びましたけども、まあ当時のあのボディと比べるとやっぱりね、走る用ってことなので、ちょっとね、普通のプラボディっぽい感じになってますが、まあ、一応ここですね、ステッカーのこの辺とかね、ちょっとメカメカしいデザインになっているんじゃないかなと思います。当時のミニ四駆あればね、ちょっと比べたい、見比べたいっていう感じもするんですけども、確か小学生ぐらいの時に買ったんですけどね、どっか行っちゃったよね。はい、じゃあですね、懐かしい思い出をね、ちょっと探りつつね、ステッカーを貼っていきたいと思います。すごいこう
なみなみのとこ貼るからちょっとね、爪楊枝でね、爪楊枝でやってみようかな。はい、爪楊枝をね持ってきました。爪楊枝そのまま使ったらちょっとステッカーに傷ついちゃうけどもね、ちょっと優しくやっていこうかなと思います。これなんかね、専用でこう押すやつとかあんのかな。先っぽこうふさふさにしたらいいんかな。ちょっとまずこのままやってみようか。多分こだわる人切るんだろうね。こうちょうどいいところでこう切ってペタッと貼るんだろうね。はい、やってきまーす。あーあー、ダメだダメだ、怖え絶対傷つけるわ。あーダメだな。ちょ、こっちに押しながら、押しながら行く。これどうしたらいいの。ティッシュ、ティッシュを尖らせたやつを押し付ける。これ毎回やってるパターンだけど、これでいい、いいか。ちょっとね、破けたりするのはさすがに嫌だから、これでいきます。いいか、これでいいか。なんか いい技とかないですかね。まあいいかな、大丈夫かな。ちょっとし、ちょっと白くなっちゃった。はい、よしとしましょう。はい、続けていきます。この辺やっぱねちょっと難しかったですけども、どうでしょうか。ダクトのところとかね、手で押さえただけなんですけど、どうでしょう。本当は切ったりした方がいいのかな。ちょっと難しいですね。でも全体的にすごく貼りやすい方だったと思います。で、仕上がりも綺麗ですね。よかった。でこれね、ちょっと見て思い出したんだけどね、なんかこう GP チップみたいな入るあれですよね、ストーリー的にね、はい、すげえ速いやつっていうイメージ、そういう思い出があります。でもあれかな、前もっとこう昔のあのプロトセイバーエボリューションってなんかこうもっとぶっとかったイメージですけどね、なんかこれシュッとしたなって感じがしますね。プロトセイバーよりもねかなりスタイリッシュにはなってますけども、このような形になっております。じゃあシャーシの方を作ってね、乗せてみたいと思います。はい、ということでね、シャーシ完成いたしました。こいつを乗せて完成ということですね。ね、これなんかあれだよね、これちょっとでかくてね、ちょっとあんまり僕好きじゃないんですけどね。はい、この AR のキャッチをつけて、はい、完成でございます。今回はね、普通の AR シャーシということで、まあ、走る用のね、こういう Y スポークのマシンになっておりますけれども、実際当時のプロトセーバーエボリューションはね、確かメッキホイールだったんですよね。っていうことをね、ちょっと思い出してですね、まあ、こういったメッキホイールとかもね、ちょっと準備しているんですが、これはまたね、いずれやってみたいと思います。はい。はい、ということで久々のねスグミマシンを作ってみました。とっても楽しかったです。色はねこんな感じ、はい、後ろから見るとこうですね。後ろは特にないね、装飾は。はい、こんな感じでございます。はい、ということでこちらプロトセイバーエボリューションプレミアムを作ってまいりました。全体的にですね、ステッカーも貼りやすくなっていましたし、まあ、かっこいいなと思うんですけれども、ここ最近のですね、マシンでやっぱクオリティではね、ちょっとこれにね勝てないかなというふうな私の意見ですよね。
これにはちょっとかなわないかなと思います。これはまああのビークスティンガー G でございますけどね、これすごくかっこいいんですよね。お気に入りでございます。あまり走らせないね、飾ってますけどね。はい、ということでね、久しぶりにスグミマシン作ってみました。プロトセイバーエボリューションプレミアムですね。はい、この辺の塗装とかもね、頑張ってコンデレに出したらね、すげえかっこいいことになるんじゃないかなというふうに思います。ということで皆さんもね、ぜひ作ってみてください。また見てねー。